カウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？俺のものになれば、フリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。オロナ、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。飛べ、覚悟しやがれ。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かる。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。うぬぼれやがって。動きが止まってみるぞ。信じられん。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。